齢は36歳です。熟女みたいなの書いてあって、あ、そうですね、36歳って熟女なんですか？あ、でもやっぱり業界的には熟女だと思うんですけど、それ不本意じゃないですか？いや、その方が意外とね、いいことたくさんあります。あ、そうなんですね、はい、うんうん、前職というか、前の肩書きというのを伺いたいんですけど、はい、主婦です。ちょっとパートぐらいはしてましたけど、暇してました。そうですね。そんな木下さんがなぜ女優さんになろうと思ったんですか？あの、実はちょっとここまで長く続ける予定っていうのは全くなくて、その自分の中でこう記念ヌード、はい、記念に今の姿を撮っておきたいなっていうのがあって、ちょっと自分から記念のヌードを撮りに行くのは恥ずかしかったから。どういうことですか？お仕事、はい、だったらいいんじゃないかって思ったの、ね、そんなことあるんですね。その、でも結構、特殊ですか？いや結構多分同じ同世代だったらあると思います。なんか自分からはいかないけど、こうちょっと水着とかヌードとか撮らせてって言われたら、ちょっと撮っておきたいなって思う人はいると思います。老いていく自分への恐怖もあって、の今の姿を残したいみたいな。うん、これちなみにどうやって応募されたんですか、今の事務所は？あ、事務所に私あの LINE で応募した、はい、え、一本出たいんですけど、はい、まあ、バレない方法とかありますか、はい、って LINE したんです。バレない方法っていうのはやっぱ見栄え、なんでしたっけ、なんかやっぱりその自分のために一本出たかっただけだったので、はい、やっぱりね、見栄えはどうしても避けたかったので、はい、その方法を聞いたんですけど、話聞いていくうちにちょっとなんかちょっと有名になりたいなって。なるほど。ちょっとね、ちょっと思ったりもしながら。なんかデビューした時のご自身の触れ込みみたいなの覚えてます？あ、覚えてます、覚えてますし、ちょっといまだにいじられるというか。あ、そうなんですか。22時に魔法が解けるシンデレラワイフ原石っていう。ちょっとそのどういう意味なんですか？なんか、まあ、本当に主婦やってたので、はい、もちろんね、門限、お家には帰らなきゃいけないっていうのがあったので、主婦になってから男性という男性にあまり触れ合わずに生きてきたので、はい、まあなんかシンデレラ的な。これはちなみにご自身が考えたわけではじゃないです。気に入ってますか？あ、でも気に入ってます。なんかすごい素敵。勉強のためにウィキペディアを拝見してきまして、好きな味はラ・フランスのような精液の味っていうふうに書いてあったんですけど、ちょっとあの、はい、ハテナでして。あ、そうですか。意味が、はい、鼻が敏感なのか、はい、味覚が敏感なのかわかんないんですけど、はい、結構ね、男性の匂いがすごい好き で、はい、で味も好きで、はい、精液の味が、はい、ラ・フランスみたいな感じ。ちょっと、うん、作ってると言いますか？え、いや、あの、ちょっとぜ、味、女の子なら分かるんじゃないかな。梨のちょっとまったりした感じだと思うんですよね。そんないいもんじゃないと思うんですけど。あと、じゃあもう一つあります。何ですか？玉、はいはい、の、はい、全然あの裏は、はい、あのご飯炊けた匂いがします。本当ですか？本当です。普通に、あ、なんかいい匂いだなと思って、これ絶対です。他の方に聞いたりしてみてもいいですか？聞いてみてください。わかりました。すごいバカな質問なんですけど、はい、女優さんやっぱされてるってことはめっちゃエロい人なんですか？うん、あ、私ビッチではなくて、一人の人とこう深く何でもできるよっていうタイプのエロです。はぁ、奥深いです。そう。撮影で驚いたこととかあります？ああ、なんかこれはとってもいい意味でですけど、もうお姫様タイプ。あ、そうなんですか。うん、熱くないですか、はい、なんか立ってないで座ってくださいとか、はい、お水どうぞとか、水攻めされる時もある。
お水大丈夫ですか？喉渇いてないですか？喉渇いてないですか？なんかそれがちょっと結構私服の時です。じゃあ撮影は楽しいですか？楽しいです。とっても楽しいです、うん、裏側を見ることって、まあ、僕含め一般の方ってないと思うんですけど、うん、どういった雰囲気なんですか？和気あいあいとしてるんですか？かなり和気あいあいとしてて、あのメイクさんだったりとかプロデューサーさんだったりとかがものすっごい心配してくれます。ちょっとしたことで、はい、休憩を挟んだ方がいいのかとか、お腹空いてないかとか、体調ももちろんだし、なんか嫌なことなかったかとか、すっごい細かく聞いてくれて、うん、じゃあなんかこう撮影で嫌な思いしたとかっていうのはあんまり心当たりないですか？いや私全くないです。全くない。苦手なシチュエーションとか、もしくは NG にしてることとかってあります？一応ないですけど、ちょっとハードなこと、まあ、今まであんまりハードなこともなかったですけど、ハードなことやるときはあのできますかって毎回聞いてもらうようにしてます。なるほど、うん、お話しもらった時点でこういうことがありますっていうのは細かく聞かれて、そうそうそう、ここがちょっと弱いからきつい、最近きついかもっていうと違う作品になったりとかもありますね。弱いか、あ、なんか例えばデカチンとかなるほど、うん、なんかちょっとなんか一時期こう、はい、なんだろうな、ちょっと 痛くなっちゃった時期があって、はい、ちょっとデカチンは やめとこうかな、はい、みたいな時はあの言って、はい、じゃあ苦手はデカチンでいいですか？あ、違います。違う、ちょっとあの体の体調的な部分なだけで、あの、そう、あのじゃあ苦手もないですか？苦手はないんですけど、あの私ちょっと S だったと自分で思い込んでて、はい、で M が苦手だったんですよ。なんか自分の中で難しいなっていうのがあったんですけど、でもやっぱり作品重ねてくるとどんどん自分の中の引き出しが出てきたので、 M もねいけるようになってきたし、はい、ちょっと私ちょっと M なんじゃないかぐらいにも思ってくるなりました。なんか女優さん同士のこう横のつながりっていうんですかね、事務所内でそういうのあったりするんですか？ちょっとコロナでなかなか他の女優さんとっていうのはないですけど、デザインで一緒になったりとか、あの例えば YouTube とかのゲストが一緒だったりとかっていうのがあって、はい、ここの女優さんはさっぱりしてる子が多くて。そうなんですね。うんうんうん、あのなんだろうな、すごい気楽に話しかけてくれて、あのそう、すごいいい感じです。うん、なんか女社会なんかなと思って、そのギスギスしてんのかと思いまして。あ、私もでもそれ思ってました。あ、なんかそうですよね。そう、あの綺麗な人とか多いし、最初他の女優さんと会う時はすっごいビビってたんですけど、あのみんなねやっぱりこういうお仕事してるからか奉仕好きというか、そういう尽くすの好きな子とかが多いから、なんかそんな雰囲気はしてかなり、付き合いやすい。そうですね。最後に明日の予定を聞いていいですか？明日何するんですか？明日はちょっと歯医者さんにホワイトニング行きます。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。